屋敷なんだね。あっち桜結構咲いてる、うん、すごい人気だね、うん、だってあの15個じゃないどこだっけ、表参道かなんかあそこも人気だよね。あ、そうなんだ、うん、なかなか入れない感じ。これ抹茶のフレンチトーストは2時からか。そうだね、これも美味しそうだなと思ったけど、あ、この季節のフルーツサンド美味しそうだよね。今イチゴ、うん、そうだ、イチゴって書いてあった。あ、それとあとはこういうメニュー、このブランティーセットっていうのかな、ブランティーセットっていうのかな、ブランティーセット、プレートセット、パニーニセットで、パンを、パンが食べきれない場合にはこの袋に入れて持って帰っていいと。親切ね、ね、本当に。オレンジジュースのお客が勧められてるね。アイスカプチーノとアイスカフェラテ、うん、カプチーノすごい ね、 何ね、なんかもっこりしてるね。上の段がムースとフルーツサンドと、奥がカヌレでチーズ、生ハム、あとパンは5種類。